北聖成,成は、兵庫県辰野市出身で、山京部屋所属の現役大相撲力士。本名は、島崎義成。身長182センチメートル、体重124キログラム、血液型大型、特異種は月、推し。最高位は、東前頭15枚目。同部屋の辰野海は実定。いわゆる、花の六一組の一人。 企画業を営む家庭の次男として生まれ、保育園児の時から、辰野市立伊保小学校4年時まで柔道を経験。小学校4年の春にワンパク相撲の西張間大会に出場して優勝し、兵庫県大会、全国大会まで進んだのを機きに相撲へ転向することを決め、新日本製鉄広畑相撲教室に通い始める。チームメイトには高砂市出身で、 大学卒業後に堺川ベアへ入門した同級生の妙義龍がいた。小学校6年時まで毎年ワンパク相撲の全国大会に出場し、立野市立立野西中学校進学後は2.3年次に全国都道府県中学生相撲選手権大会への出場を果たしている。当初高校進学志望だった島田少年であったが3年次の都道府県、 大会出場時に北の海部屋に泊まり、稽古を見たことで、この世界でやってみたいと気持ちが変わり、北の海がプロを目指すには、早い方がいいと説得したことで入門を決意。中学校を卒業後、広畑相撲教室の先輩である小野川親方の勧誘を受け、小野川親方が所属する北の湖部屋に入門し、2002年3月場所で初土俵を踏んだ。同期には、 道部屋の仁尾の海のほか、木瀬の里、片山らがいる。相撲教習所時代の北、磨くについて、同期の木瀬の里は、教習所時代、とても強かった。見た目は若いけど、同い年だからと、北とが新入幕した頃に話していた。初土俵後、約3年かかって幕下に昇進した。しかし、1 0 0ラム余りの軽量のため、 なかなか幕下に定着できず、低迷した。2008年3月場所に、本名の島田から来た、磨くに嗜名を変更した。この嗜名は、北は、師匠の北の海の文字を取り、磨学は、出身地である辰野市が入っていた、張馬国から来たもの。これ以降、幕下に定着するようになり、着実に番付を上げていった。2011年7月場所から、 幕下上位で3場所連続で勝ち越しを決め、重量昇進を決めた。同郷、同じではの海一門、師匠の兄弟弟子にあたる松地山とは重量、昇進以前に特に面識を持っておらず、声をかけてもらったのも、自分の相撲を見てもらうようになったのも重量、昇進後からであるという。2012年は6場所すべてを重量で過ごしたが、うちに場所で勝ち越しを果たすことがやっとであり、 2013年、1月場所に幕下陥落を喫する。2014年1月場所は、西幕下4枚目の地位で5勝2敗の成績を上げ、これで4度目の重量昇進を果たしたが、翌、3月場所は西重量14枚目で先週落に、負け越しが決定し、再び幕下へと陥落した。同年、9月場所で5度目の重量昇進をすると2場所連続の、 勝ち越しで2015年1月場所は15場所ぶりに自己最高位を更新。この場所は負け越したが9月場所でももう一度自己最高位を更新し、この年は1年間重量を保った。本場所中の同年11月20日に師匠の北の湖を亡くした11月場所では先週楽に勝ち越した。2016年は3月場所、5月場所と連続で勝ち越して、 7月場所で新入幕。初土俵から所要85場所での新入幕は、史上9位体のスロー出世。新入幕会見では、15歳からこの世界に入っているのに、高校、大学出身者よりも昇進が遅く、ずっと悔しかった。同じ地位になり、いい相撲が取りたいとコメントした。この場所は6勝9敗と負け越し、1場所で重量に逆戻りとなったが、 悪いとことばかり。いいところは特にないけど、一場所で戻りますと、幕内復帰に意欲を示した。しかし、幕内復帰どころか首の痛みに悩まされて重量陥落後は、大きい負け越しが2場所続き、2017年1月場所では、東幕下筆頭に陥落した。しかし、この場所では、首の痛みがなくなるなど体調が回復したことで、本来の相撲が戻り、 5勝2敗の好成績で1場所で重量に復帰した。しかし、西重量11枚目だった3月場所は4勝11敗の大敗だったため、1場所で幕下へ逆戻りとなった。5月場所、7月場所は幕下で連続で勝ち越し、9月場所では7回目の重量昇進となるが、7度の重量、昇進は同時に最重量が決まった、紀善流らと並び、 史上2位体の記録である。東十両12枚目で迎えた9月場所は、初日からの4連敗を含め、中日までに1勝7敗と苦しんだ。そこからやや持ち直したが、結局5勝10敗と大敗を喫し、またも1場所で幕下に落ちることになった。11月場所は、東幕下2枚目の地位で迎えたが、序盤の不調が響いて3勝を4敗と負け越した。 幕下の地位で負け越すのはおよそ3年ぶりになる。2018年は年間を通して幕下での土俵だった。3場所連続の負け越しの影響もあって、11月場所は西幕下30枚目まで番付を落としたが、この場所は4勝3敗として締めくくった。2019年は幕下中位での土俵が続き、一度も重量昇進の 可能性のある15枚目以内に戻ることはできなかったが、11月場所では東幕下16枚目の地位で勝ち越し、翌場所での15枚目以内復帰を確実とするなど、意地も見せた。2020年7月場所では西幕下3枚目まで番付を戻し、この場所では、千秋楽の高源氏との入れ替え戦を制して5勝目を挙げ、実に十七場所ぶり八回目の重量昇進が、 決定した。17場所ぶりの関取復帰となった9月場所は、初日から連勝を挙げたが、5日目から5連敗を喫し、5勝6敗と、立て直しの兆しを見せてきた12日目からも、先週落まで4連敗で5勝10敗に終わり、再び幕下に陥落した。東幕下3枚目で迎えた11月場所は、3連勝の後連敗する。4勝3敗と勝ち越したものの、 番付との兼ね合いもあり一場所での関取り復帰は果たせなかった。2021年3月場所では、東幕下筆頭で迎えた前場所において3勝4敗と、負け越したため、西幕下五枚目で迎えていた。しかし、新型コロナウイルス蔓延における協会が実施した、場所前の PCR 検査で、山京部屋の小野川親方が陽性と判定された。自身は陰性であったが、 三月場所の休場を余儀なくされた。協会の特例措置によって番付は維持された。自身にとってこれが初めての休場であり、2002年5月場所の新助出世から続いていた連続出場記録は985で止まることとなった。2021年三月場所終了現在。ありがとうございます。